はい、皆さんこんにちは、ワネルグルービーです。では今回は信長の野望大使パブギット、幕末志士転生物語続きやっていきたいと思います。徳川幕府軍との戦いを続けているんですけども、この先の作戦になります。まずはですね、山陽地方、備中高松城、岡山城、この2つの城を徳川から奪取する、奪うというのとですね、四国の解放という意味で、徳島と伊沢、この両城をですね、徳川から奪還していきたいというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはですね、備中高松城、そして伊沢城の攻略戦すでに始まっているので、そこをね、しっかり攻略するところからということになろうかと思います。で、岡山城の方には土井隊が向かっているので、この土井隊で岡山城を攻略できればいいかなというところですね。死力を尽くした甲斐があった。よし、これで岡山城をまず奪取した。そしたら岡山城に早速武将ごと入りましょうか。入城します。最前線になりますからね。で、代わりに武将がいなくなったところ、ここはこの後補充をしていきます。我らの勝ちよ。 よし、備中高松城を戻した。これで龍馬隊がどうだ、12,000余ってる状態なので、この龍馬隊をうまく使いましょうか。龍馬隊12,000、これを使って徳島城の攻略戦に向かわせましょう。出陣するぞ。いや、姫路城に向かった方がいいかな、距離的にも。龍馬隊は姫路城に向かいましょう。姫路城まで落とす。出陣するぞ。で、忠義隊13,000、これを徳島城に向かわせます。出陣します。諭吉、今度こそ諭吉を討ち取りたい。こんなところですかね。で、どうだろうな、伊沢城がちょっと落とせないかもしれないので、山内隊はまず伊沢城に向かいますか。出陣します。慶喜隊14,000がやってくるわけだな。これを撃破できれば四国を、無事解放できるという流れになろうかと思います。報告いたします。先月の収支です。いや、金も池田家から大量に奪ったのに、もうこんなに少なくなってるね。では準検所、いつもの準検所ですね。奪った城の周りには準検所を立てて守りを固めていきましょう。かしこまった。で、今回は絶対忘れたくないのが配属ですね。武将がいないところ、ここには配属をしていきましょう。まずは天神山城。ここはそうだな、岡山城から小野寺義道。承知いたしました。他にも多分あると思うので、武将が入ってないところで、ね、備中高松城も人が入っていないが、いや、武将の数が本当に足りない。かしこまりました。武将ちょっと召し抱えたいですよね、ここまで武将不足になっていると。武将がいない城はね、敵に攻められるとあっという間に落ちてしまうので、何もしなくても落ちてしまう城を、そのまま放置しておくのは、特にもったいないので、武将不足の状態ではありますが、ここはですね、しっかりと武将を補充していきます。で、国州将兵、足軽精錬、砲術研さん、それぞれ64日残っているので、この状態で姫路城、
そして徳島城を攻略できればいいかなという流れですかね。あとちょっと兵糧が心配な8月なんで、まあ、ちょっとだけ買っておきましょう。まあ、この後9月になると兵糧がね、入ってくる収穫の時期を迎えますが、一旦買っておきます。志果たさずして賞は終えられぬな。ここは秀忠が大義名分発動。毛利と島津が再び合戦だね。ここは島津につきます。力を貸すぞ。かたじけない。ん、ちょっと待ってね。これ見ると敵徳川慶喜隊が一旦解散したね。目的地を変えると見て間違いなさそうだな。どこに変えてくるんだ。あとは龍馬隊が姫路城で、徳川軍と激突する構えですね。待機する。参るぞ。我に続け。そしたら山内隊は徳島城を先に攻略しよう。敵が来ないのであれば先に叩く。お、伊沢城落としたか。やるな。捕獲した武将4人いるけど誰も仲間にはなってくれないか。ここは処断せずに解放します。徳川とここいらで一回休戦したいので、ちょっと休戦の状態確認しましょう。何？交渉ができない状態に陥っている。すでに前回なんか交渉を持ちかけた気がするんだけど。ってことは心象が悪化している今の状態で、もうしばらく耐えなきゃいけないわけですね。前線がどこまで伸びているかっていうところと、あと島津が早く毛利打倒のためにまあ兵をね上げているという状態なので、これをさっさと終わらせて対徳川戦線に入ってもらえると嬉しいなっていう感じですかね。じゃあ徳島城の奪還ですね。伊達から徳川家討てと檄文が届いている。いわゆる包囲網ですね。ここは求めには応じられないよ。求めには応じられないけど、今求めに応じようが応じまいが、徳川と和睦することができないのであれば、応じておいて、仲間を増やすという算段でいきましょう。徳川 VS 伊達どちらにつきますか。これ徳川につくはないでしょ、さすがに。尾張徳川と徳川家、これも尾張徳川につきたいけど特に参戦できないので不参加。島津と徳川はもちろん島津だ。力を貸すぞ。毛利はどうなっている。特にないか。これでただ島津がまだ遠い以上は、徳川家についた陣営が、まあちょっと発売案4みたいな言い方しちゃいましたけど、徳川側が多分我々に、こぞって襲いかかってくると思うので、注意が必要ですね。ご命令ください。ではまずは準剣城立てていきます。取った伊沢城ね。この近くは準剣城を盾に立てて、かしこまった。とにかく敵の侵攻に備えましょう。かしこまりました。かしこまりました。かしこまった。はっ承知いたしました。でだ、武将の配置。伊沢城には誰もいないので、伊沢城に今だと岡山城から人を入れるしかないのか。いや武将不足だな本当に。どうにかして武将の数ちょっと増やさないとまずいな。まずは姫路城の戦いで勝利するのが絶対条件ですね。姫路城の戦いでここで勝利できればかなり大きいかなと思うので。で、あとは徳川が
まあ、攻めてくるところをね、ただただしのいで島津の来着を待とうという作戦です。志果たさずして昭和を出たな、猛攻号令。龍馬隊と松平忠俊隊、ここは指揮を取って勝ちましょう。部隊数では有利、国衆将兵が入って部隊数は、まあ、我々が上なものの兵数ではそれでもなお劣るという状態だと思います。1万5000ぐらいだと思うな。1万5000だね。で、戦場には向こうのが早く到着していて、かつもうこれ正面決戦ですね。であれば、いつもの鉄砲水の方に引き入れましょう。で、部隊は鉄砲水の前に全員布陣させます。行こう。部隊数が多いっていう唯一の、まあ、あの我々の有利な点をうまく使って包囲戦に持ち込んでいきたいですよね。括弧撃破プラス包囲戦、これが一番いいので、まあ、鉄砲水にはまったり、してくれてで、動きが止まってるところを一気に潰していくというのが、まあ、戦いやすい手段かなとは思います。まずは、龍馬隊が撃破してくれたので、このまま姫路城を取りましょう。で、どうせ今合戦、陣営に分かれてしまっていて、この先、秀忠と和睦の道はないので、処刑しておきます。無念だ。ここは強行で48日で落とせるかな。伊沢城に敵、ちょっと見逃したけど数は相当な数と見て間違いないな。伊沢城に来るって言ってたよね。ってことは伊沢城で迎えると、行きます。一等差14,000、まあ4万できた敵を14,000で迎え撃てるんだったら伊沢城で迎え撃つ方が賢いな。徳島城は一旦放置。五詰めの部隊を用意するかどうかだな。忠義隊が確実に一等差部隊を叩いてくれれば間違いないと思うんですけども、ちょっと心配ではあるので、ここは部隊を出しましょう。徳島城には徳島城で、そうだな、部隊。どんだけ出せるか。ちょっと確認していきましょうか。備中高松城、高知城、こういったところからは出したくないよな。出すんだったら、うわ。それにしたって天神山津山、この辺りの城からしか出ないのか。ちょっと待ってね。後方はどうなっている？武将がいないと見ていいな。
かといって津山城、天神山城、この辺りの前線の部隊は出せないので、いや、忠義隊が確実に伊沢城で敵を潰してくれると信じよう。待機します。報告いたします。これ国衆将兵のタイミングを間違うと致命傷になるな。確実に国衆将兵が入ってくれる、そういうタイミングを見極めておきます。これにて表情を終わる。兵糧がこの先さらにさらに必要になってくるのは明らかなので、そのあたりのね、プラスのボーナスがつく研究、施策、制作は優先的に行っておきます。国衆将兵があと4日か。ほんと微妙なタイミングで切れるな。始末と思う。これはどっちが勝つ。ちょっと待て、水戸徳川が徳川との決戦勝利。でかいね。ギリ間に合った。国衆将兵を発動しよう。国衆将兵を発動して、まあ、ようやく、合戦のね、兵数が五分に持ち込めると思うので、こっから勝負していきましょう。姫路城にも部隊が増援で来るな。これ龍馬隊持つか持たないかちょっと微妙なとこだな。お、姫路城は落とせそうだ。よし、そしてこの伊沢城で一等祭を撃破できれば勝負になる。部隊数では上、兵数は5分。さてと、ここはいつものワンパターンになりますけど、鉄砲水を引いて敵を迎え撃ちましょう。まずは全部隊後ろに下げます。もう鉄砲水はね、そのまま鉄砲水を食らってもらって兵数を減らすというののみにちょっと一役買ってもらいましょう。まあ足止めしてる間にどうのこうのとかっていう策もね、もちろんあるんですけど、ここはあくまでも敵の兵数を減らすというのを前提に、罠の場所は配置。あとは部隊数が多いのを、まあ、うまく使った形で、格好撃破ですね。敵に集中攻撃を浴びせて、格好撃破をしていきます。見つけたぞ。家光。よし、敵の居場所が分かった。まずは、そうは言ってもですね、行っても敵それなりの数はいるので、まずは少ない方から撃っていきます。始めるぞ。ご命令ください。で、鉄砲は鉄砲で射撃を加えていく。始めるぞ。命を始めよう。ご命令ください。注意しなきゃいけないのが、忠義の部隊がやられることなので、忠義の部隊は、まあ、牙ということもあるのでちょっと迂回させておきます。よし、まずは忠義の部隊をおとりに敵を引き込んでいきましょう。で、鉄砲隊は射撃の対象を変えていく。ちょっと今雨降っちゃってますけどね。やりたい。前へ。戦の仕方教えてやる。よし、敵を壊滅させた。もう300になったら残りの数は放置でいいでしょう。それよりかは次の敵新手に向かっていきます。太鼓持ちを発動させておいて、次の部隊へと矛先を変えていく。
よし、さらに鉄砲水で足止めした。これで一等さんの部隊を集中していきます。よし、これでまずは伊沢城に寄ってきていた敵の部隊、これを42,000ですね、撃破できましたね。しばらくこれで徳川がおとなしくしてくれればいいんですけど、投与した部、捕獲した武将は全員処刑する。無念だ。徳島城を落とせる余力があるかというとちょっとないよね。洲本城、和歌山城に、さらに大阪城に、今総計すると3万近い軍勢がまだ残っている状態なので、ここは一旦忠義の部隊も戻りましょう。騎乗する。で、徳島城はもうちょっとね、機を待ちましょう。奪えるそのタイミングを待ちます。で、問題は姫路城だな。お、姫路城落としたね。この城もらい受ける。姫路城は昨晩おやつを投与していきます。で、龍馬隊は騎乗させる。で、姫路城に早々に部隊を、武将をね、入れてあげる必要がありますね。で、政宗が勝海舟と大田原で合戦。これどっち勝つんだろうね。勝海舟が政宗を撃破。報告します。先月の収支です。はい、ではまずは今回も姫路城、取った姫路城の周りですね、ここに準剣城をドリャドリャドリャーと立てていきます。かしこまった。もうこの準剣城が頼みの綱ですからね。で、この後なんですけども、これも忘れないうちに先に姫路城に武将を入れます。姫路城には誰を入れる？最前線も最前線なんで、山内陽道とか入れたかったけどね、闘争普通100超えなんで、吉田東洋入れよ。吉田東洋と、まあ、前線なんでもう一人ぐらい武将入れたいよね。高知城、それなりに人いるので、高知城から2人、合わせて計3人を、最前線姫路城に投入していきましょう。伊沢城も心配だけどね。まあ、これででもね、本当に島津と並ぶぐらいの大大病に成り上がったと言えると思いますので、あとはね、本当に徳島城を取って四国を再び制覇しておく。で、淡路島を経由して大阪を伺おうかという流れをね、ちょっと考えておきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。